やばいやばい、ちょっと待って待って、この引きはやばいわ。よし、どうも皆さんこんばんは、そらです。まあちょっとね、今最近勉強中の生活とかいろいろあるんですが、本日はそれをやっていこうかなと思ってたんだけど、そもそも道具意識持ってなかったっていうのと、持ってた道具を持ってくるの忘れたっていうことで、ちょっとやりたかったことをやれないので、どうしようかなと思ったんですけど、じゃあとりあえず釣れそうな釣りをやっていきましょうということで、メタルバイブニストのメタルバイブレベルバイブブーストの5g、軽ブーストね、こいつでちょっと釣りをやっていこうかなと思ってます。使うタックルはもう今年の釣り具オブザイヤー的なものの一つと、生放送で言ったチームダイワバトラークリプトン、タックルはもう全部一緒です。ストラディック19年の2500番で、ラインが P08 かな、でリーダーがフロンの6、竿2本分ぐらい、このセッティングでやってます。ドンピシャね。まあメタルバイブをやる上ではチート短いかなと、6フィートの竿なんでね、思うけど、まあ別にいいでしょう。確かに長い方が飛ばせるけど、あんま気にしません。そのこのクリプトンしかり、アリビエル63ダンス欲しいとか、俺もツイッターとかでよう言ってるじゃないですか。その中でやっぱり意見としていただくのが、おかっぱりでどうなんですかっていうことをすごい言われる。で、長谷川さんの動画とかでも、63ダンス、63って短いからもうボート専用だよねみたいな言われてるんですよ。確かに長い方が飛ぶけどっていう。で、僕の見解としては、竿の長い短いがおかっぱり用ボート用なんか一切ないと思ってるけどね。おかっぱり用っていうんであれば、例えばディープクランク用の竿はおかっぱりにはいらんよなとか、そんな感じだと思うけど、まあディープクランクやらんやろうしね、おかっぱりで。それは確かに、うん、ボート専用かなみたいな感じはするけど、竿が短いからボート用、長いからおかっぱり用は、これ一番ダメだと思うけどね。そう考えたらジャーキングロッドとかさあるじゃん、おかっぱりだったら長くすんのって、ジャークベイトいらんくねってなるジャークベイトは比較的おかっぱりでも、まあまあレベルによるけど、使いやすいタイプのルアーなのに、竿が短いとおかっぱりで使えないっていうんであればね、話成り立たなくなっちゃうから。竿の長い短いはおかっぱり用ボート用はかけらも関係ないと思ってるけどね、それは少し短絡かなと思ってます。ワールドシャウラーとハートランダーってあるじゃん、あとレジッターとかロードランダーとか、ロードランダーは竿の名前だから、まあそんないろんなね、このメーカーのこの味付けの竿がいいみたいないうのあるけどさ、多分ね、そういう意味で言えば俺が一番感覚的に近いのはハートランダーの人だと思ってるんですよ。ハートランダーの人の竿のその求めるものとか感性っていうのが結構俺は近しいと思ってて、味付けを大事にするでしょ。俺はね、リールは格で選べて、竿は味で選べっていう人だからね。だから竿はね、結構釣り味、巻き味、操作味操作味、まあそういう味付け、味付けって俺よう言うじゃん、竿で。そういうのをすごく重要視するというか求めるタイプなんですよ。そういった意味で言えば、わりかしね、ハートランダーの人とね相性はいいと思うんだけど、個人的な欠点があるとすれば、竿長いのしかないよね。竿長いのしかないやんけって、まあ、その作ってる村上さんが長尺ロッド好きだからっていうのもあると思うんだけど、短い竿には短い竿の利点があると思ってるから、短い竿がないのはちょっとなって。そういう意味で言えば、ワールドシャーラとか5フィート台の竿も、6フィートか前後の竿もあるからさ、その意味で言えばね、竿のラインナップとしてありやと思う。で、まあボートおかっぱり問わず、短い竿は短い竿のいいところがあるから、技術の進歩によって竿を長くしても軽くできるみたいな。今まで6フィートの竿の操作感で6フィート半まで伸ばせるようになりましたよ、技術の進歩でみたいな話するんだけど、物理的に長かったら長い竿です。これよう言うとるんですよ俺。感覚的に短くなったとしても物理的には長いんでしょ。じゃあそれ長い竿だよって思うけどね俺は。そのあとね、長い竿を短く使うっていうのもよう言われるんですよ。実際それはねあるんです。あの長さをめちゃくちゃ生かした釣り使い方と、長さを生かさないっていうか、竿を殺す使い方みたいなのもあるんですよ。特にフッキングする時とか、強い負荷をこうかける時とか、ジャーキングね、いわば
時とかっていうのは結構竿をね短く使うことが多い。竿をあんまりいい意味で使わないことが大事になってくるんです。この辺で仕事をさせてやる、ここで仕事をさせちゃうと、ここね、竿が曲がりすぎちゃうから、この辺で仕事をさせてやる、それすごい大事だよってよく言うんですよ。まあ、その方法としてはもう竿とラインの角度、ね、これジャーキングの時の話も言ったけど、こういう風に角度ついてる状態だったら竿はティップから仕事するんですよ。だから竿の長さを存分に生かすんだけど、寝かしていくと竿とラインの角度がまっすぐになればなるほど竿の仕事の分担って根元の方によるんですよね。だから極端な話、まっすぐ完璧にまっすぐにしたら竿一切仕事しないんですよ。糸はリールに来る、そんな感じ。若干こう鈍角ぐらいにしたらベリーぐらいに負荷がかかるって感じ。まあ、そういう風に長い竿でも短く扱えるみたいなことはあるんだけど、短い竿ならより短く使えるし、それならねっていうのと、どうしてもやっぱりその竿の長さ、物理的な長さがもたらすバランス感だったりとか、完成力だったりとか、まあ、チップの仕事量だったりとか、その辺も変わってくるから限界があるんですよね。結局短い竿の良さっていうのはどこまで行っても変わらんので、でもそれはねなかなかね短いとなんか損した気分になるんでしょ、みんな。いや、なんか同じ値段とかそこそこの値段なら竿長くした方がなんか得じゃんみたいな感じするんでしょ、知らんけど。今6フィート10インチ以下の竿は一気に売れなくなるって話を聞きます。あーって思いながら見てるけど、まあそのレベルであるのであればいいけどね。僕はもちろん長い竿には長い竿の利点はあるし、それはちゃんと使わなきゃいけないけど、短い竿にも短い竿なりの利点があるということです。それでおかっぱりが8割と言われる日本のバスフィッシング業界の中で、おかっぱりだからショートロッド使わないよっていうのはもうなんだなんだ、ついなんか違うよねいい例え話が思い浮かばなかったけど、それはちょっと違うわって感じはするよね。短い竿を使い切らん、それを暗示してますよね。動作性とか丁寧なするには短くないとダメです。竿はむしろこれからの時代は原点回帰で竿を短くして精度を上げていった方がより魚釣れるんじゃないのって思うけどね。大雑把な釣りをしてて釣れる魚も減ってきたでしょ。適当にペーンテ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 ンウィーっていう時代じゃないじゃん。もうそんなバス釣れないでしょ今どこでも、特に時期もそうだし。その中でやっぱり精度高く釣りしたいなら竿を短くしていった方がいいとは思うけどね。まあ無理にとは言いません。他の人が届かないところに飛ばしたいから竿を長くするって、そういう遠投思考ね。それもねなしではないんだけど、同じところで例えばここね、この池ねこの池で今おかっぱりで釣りしてるのと、例えばボート出して釣りしてるのとだったらさ、対岸のオーバーハングの下とか絶対届かないじゃん、おかっぱりだと。まああっちやぶこぎすりゃいけるかもしれんけど、だからあそこに届いたらもうめちゃくちゃ魚釣れそうだよねみたいなところあるけど、実際ボート乗ってあそこでペーってやって釣りしても言うほど釣れないんです。結局その人が届かないところに届いたら釣れるは一つの幻想だからね。宝くじ買ったら当たるかもしれないぐらいのあれだから、結局あんま変わんねえんだよね。ましてや思いっきりバーン飛ばしたところでちゃんと動かせるかって言ったら絶対動かせないから、入ったところ勝負しかないんですよ。もちろんそれで釣れる魚もいるし、届かない勝負にならないからそれ大事なんだけど、それが絶対じゃないもんね。竿や長い有利さはわかるけどね、やっぱうわすげえ飛んだとか、うわ人が届かないところに届いたっていうのは気持ちいいもんだけど、それでなんか超過伸びたことはあんまないからさ、ぶっちゃけ。俺はね、みんなはあるかもしれんけど俺はないからな。手の届く範囲をきっちりやってやる、釣りしてやるっていうところをやっぱ最近はおろそかにしてるんじゃないでしょうかねって思うけどね。しかし釣れんな、そうか釣れないか。そういえば本日から GoPro のハーネスを買いました。今まではチェストマウントをつけていたんですけど、今回はネックマウントです。なんで視点がちょっと上に上がってると思います。どんな感じになるかはちょっと確認してみないと俺も分かんないんですけど、どうでしょう、首がちょっと痒くなりますただなんかこうハーネスをつけてる時の窮屈感とかがないから、どうなんだろうな。ちょ首がねちょっとね痛いんだよな。そういえばよく言われるんですけど、悪い意味で偉そうなこと言ってる
くせに釣ってる場所がノイケとかちゃんちゃらおかしいわみたいなこと言われるんですよ。関係あるかいって思うんだけど、まあ言われるんですよね、事実として。ただね、それと同じぐらい言われるのが、でも釣れないよりマシ、てか釣れないのになんかいろいろあーだこうだ言われるぐらいなら釣れた方がまだマシだわとも言われる。アンチスレでアンチスレではないけど、ごちゃんとかで最近は見てないけど前は言われてました。まあまあまあ魚釣ってっかいいかなとは思ってたんだけど、そろそろ釣れんくなってきたもんねおっと、俺のアドバンテージは魚釣ってるからまだ良かったっていう、その部分がねなくなってきたって、なくなってきたからねってやばいんだよね。やべえ、おもんなくなってきたおもんなくなってきたよ。あマジか、あちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。おい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 、ちょっと待ってくれ、マジか、寝かかった。あ、嘘、やば、引っかかり方が尋常じゃねえ、本当に根に引っかかってる。待って、マジでやだやだやだ、ちょっと待ってください。おお、よし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 、取れたぜー焦ったもう紐が全部出るぐらいまでの距離だったわ、相当遠距離で低かった。ちょっとルアーチェンジします、もうちょい飛ばしたいから。ザリバイブ9g、ザリバイブじゃないわ、ザリメタル 9g でいきましょう。いくぜ、あめちゃくちゃ飛ぶわ、いいやっぱウエイト大事ですね。重た9は重いな、これ何グラムまでいけるんだ、7グラムだ、そら9グラムは重てえわな。待って待って、何これ、はは、バスか、コイか、ちょ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 待って、この引きはバスじゃないだろうあーでも見たい、何なのかが見たい、やばいやばい、ちょっと待って待って、この引きはやばいわこれはこれはバスじゃないだろう、さすがにバスだったら相当でかいよ。いやこれはバス、さすがにバスじゃないわ、こんなでかいバスはおらんやろ、50アップだってこんな引かないって。でも見たいな、実はバスかもしれんしね。ザリメタルの 9g をリフト&ホールで反応ないから、ボトムスレスレ畳巻きで、なんかかかった、モンスターがかかりました何でしょう。いやーこれあれだな、いつもはバスを狙って釣ってるからさ、バスかどうかで一喜一憂するけど、この何がかかったのっていうワクワク感多分これ海釣りの方が絶対感じられるよね、海はいろんなの釣れるから。フレッシュウォーターにはないやつですね。なんだろうね、まあ絶対コイかフナかやろうけど、それぐらいしかいないでしょ。ちょい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 、なんだこれは、見たい、
あげられなくてもいいから、ネットとか持ってきてないからあげられないけど、なんだ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 、姿が見たい。これ釣りやったらすぐバレるぞ。結構ね、鱗とかに刺さってると、鱗までしか刺さらないんさ、あんなメタルバイブみたいなやつだと。で、鱗がポロって取れちゃったらバレちゃうっていうことがあるから、鱗のないところにかかってくれてたら結構外れない。あ、でかい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 、鯉だ鯉だ鯉だ鯉でした。全然余裕、めちゃくちゃ引きはするけど、そのこのクリプトンのしなやかさというか粘り感はすごいね、強烈だわ。不安感なんかやりとりでき、腕は疲れるけど腕疲れてきました。あー、尻尾、尻尾にかかってますね。口にかかってたらね、一番簡単に魚を寄ってくるんだけど、尻尾とか腹とかにかかってるとね、非常に厳しいんですよ。つうか、あんなとこにいたのかよ。おードラグがいいズルズル出る、この綺麗に出てくれる感じ、ね、でも粘ってくれる感じ、素晴らしい。もうリールの限界性能を発揮してますよ。うおちょっとネックマウントだからカメラの画角がどうなのかわからないけど、映ってんのかわかんない、このこの感じね。でけえでっけえ、6ポンドラインですよ。うわ、このバスの6枚よりでかいもんな。ひえ、なんじゃこの魚やばただ長いだけ、長いけどでかい、なんだこの個体、濃いか本当に。え、やばくないこれ、やばいってこの太鼓太鼓がやばしです。いやこれ主級だぜベイビー。いやーでけ、ほらもうカメラ、カメラ映るんかな、画角がわかんないから、ほら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 、すげえこの太鼓、素晴らしい。なんか船みたいな太鼓してるわこれ汚い色してんな、なんだこの変な気持ち悪いから、ちゃ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 、ザリメタルだけ返してくれちょっと待って、ペンチを用意しておこうこれもう俺ネットとか持ってないからあげられないけどさ、うおうおこれです、映ってる、うわちょっと待って、最後の最後まで暴れるね、よいしょよいしょよいしょ、はい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 、これこの太鼓カメラ映ってるかな、まあいいです、逃がすよ、ちょっと待って、どうせだったらこうやって映しておこうか、すぐ外せるのはいいね、この太鼓ですよすげえ、よし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 、危ねえ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 、これなんか汚ねえ鱗してんな、うん、これ鱗あんのかな、この辺剥げてるよね多分、この辺とかで、ここしか鱗ないのかな、何なんだろうこの変な柄みたいな、病気コイヘルペス、とりあえずザリメタル返してね、はいバイバイでっかでっけ、ちょっと偏光グラスで見えるかな、わかんねえなめちゃくちゃでかかった魚釣れたわ、バスじゃねえけど積みっか、
あれをオープニングのところに流したらなんだなんだってなってもう動画的にはいいかなっていう感じ。素晴らしいね、あの引き。あれがバスやったらどんだけ最高やったかって話だけど、まあさすがにあの引きはな、全然バスじゃ無理です。いやーでも素晴らしいな、いろんなところが満足できる釣り感だったね。竿のこのクリプトンの持つ粘り感、ある意味バス釣るよりも全然そのフィーリングを確認するのに良かったし、このドラグの感じね、あのボワードの新しいシータですよ、綺麗に出てくれるんだけど粘っとしてるからズルズルに滑るだけじゃないっていうところとか、ポンドラインですよまあリーダーがね、あの巨体が取れるんだからもうバスも安心ですわ。いろんなところでそういう確認ができたからよしとしましょうか。お、かかった。今度バスや。今度はバス。やっぱ縦巻きの方が強いわ、リフト&ホールより。横方向の動きに反応するんだね。うぃー、締めバスです。あのでかい鯉の後だとなんとも頼りない、この真っ白白系シャチホコバスね。でもいいわ、やっぱ俺はこっちの方が好きです。Thank you very much.